一回井上を使って今度クロスはどうか。ここは競り合いのファウル。さあ花と今季初ゴールなるか。そしてキーパーは新井です。決めました。あなた今季初ゴール PK で上げて34分、ベルギーが先制です。中にあなたが走った、そこを狙ってきた。うわー、このまま入った。あなたのヘディングシュート、ベルギーが再びリード。低い速いまっすぐなボールがあなたをめがけてきました。そしてあなたがうまく当てて勝ち越しゴール。いや素晴らしかったです ね福村のこのゴール、福村の精度も良かったです。入って花子の入っていくスプリントのコースも良かったですよね。